こんにちは。こんばんはだな。こんばんは。ハロー。それではね、みおりさんが多分いると思うので、ちょっと待ってね。まだいないわ。まだいなかったわ。ちょっと待ってよ。こんばんは。みおりさんはね、もうすぐ来ると思います。滝本みおり様は姫って呼びましょうか。今日は姫な感じでいきましょうか。来るかな。ちょっと待って、ね、まだ来てないな。待ちましょう。髪短くなったでしょ。さっぱり、ちょっと上げてますけどね。ちょっとだけふわふわってさせてますけど、ちょびっとだけ。いい感じに短い。来たか、みおりさん。来ないな。あ、来た来た来た。よし、多分もうすぐ来るよ。参加待ちになりました。来ると思います。来た。あ、こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、お久しぶりです。今回は前髪を分けてらっしゃるんですね。前髪が伸びまして。伸びますよね。そうなんですよ。あれ、気づく、髪切りました。気づきました。そうなんですよ。気づきます。気づだけに。傷だけに傷つきましたよ。ありがとうございます。いきなり元気いっぱいの滝本みおり様が、はい、いきなり、はい、今日も元気いっぱいでございます。元気いっぱいでございます。はい、着てますね。ジャケット着ちゃって、おしゃん着てますよ。今日もフォーマルな感じでやっております。いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。はい、はい、カジュアルでしたって。はい、はい、いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日回線大丈夫そうですか？回線今回は大丈夫ですね。対処法を見つけたんですよ。対処法を。なんですか？対処法はですね、携帯を温めない、はい、暖かくなると止まっちゃうんですよ。はい、だから、はい、携帯を冷やせばいいので。どうやって冷やすの？裏に、はい、いつもならそのビニール袋を入れて、はい、ビニール袋の中に氷入れて、はい、こうやってやってるんですけど、はい、おー、氷がなくて、はい、何かを使って今冷やしてるんですけど、何を使って冷やしてると思いますか？わかった。何ですか？いい、当てちゃっていい？早くないですか？当てちゃうよ。はい、冷えピタ。違います。冷えピタってさ、え、はい、あれ、冷えピタってあの人の肌に触れて冷たくなるんじゃないですか、あれ。あれ、機械はあれ、機械でも冷たくなるのかな。機械は無理かもしれないね。ですよね。すいません、ちょっとあれ自信満々にこざえたんですけど。はい、正解はですね、こんにゃくゼリーです。こんにゃくゼリーですと、はい、凍らせておいたこんにゃくゼリーを使っております。こちらです。すごい、こんにゃくゼリー。本当だ、凍ってますね。はい、こんにゃくゼリーです。これで冷やすと、そう、冷やして、うん、ね、多分回線をいい感じに保てるんじゃないかな。すごい、みんな聞きましたか、こんにゃくゼリーですって。みんな聞きました。いや多分みんな聞いてると思います。はい、みんな元気ですか？いきなりですけども。いいですね。皆さんにちょっと反応を聞いていきましょう。はい、元気ですか？ハートいっぱいくれてる。ハートありがとうございます。ありがとう、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 ありがとう。いや、元気だ。すごいテンション上がってきちゃうんだよね、いつもインスタライブすると。いいですね。どうしよう、インスタライブもっとやってくださいよ。そしたらみんな喜びます。キズくんなんてね、毎週そうですね、やってますか？見てましたよ。この間も見てましたよ。
見てましたか、うん、泣いてたよね、すごく。泣いてた、泣いてたよね、号泣してたよね。泣いてました。いや懐かしくて泣きますよ。めちゃくちゃ号泣してましたよね。あれは泣きますよ、本当に。そうですよね、うん、何度見ても、うん、あとね、かよちゃんとの回も見てました。あー、2人で。あ、はい、あ、見てました。あ、コメントしてくれましたよね、その時。コメントしてました。あれ楽しいですね、コメントするのも。コメントするの面白いですか。え、ぜひしてくださいよ。見てたら。してます、はい、やってくださいよ。してます、してます。みんな、あ、ありがとう、ハートいっぱい。ね、で今回最終回ですけど、はい、どうですか、お気持ちは。お気持ちですか。はい、もうね、辛いですよね、もう。そうですね。あやは8話からもう9話、うん、そして今回のこの後の最終回、うん、にかけてもう結構ずっと辛いんですけども。そうですね。でもそれは K さんも一緒かなと、うん、またね、違う辛さではあるんですけども、8、9、10は本当に全然色っていうかテンションとか変わりますもんね。本当に変わりますよね。7話楽しかったな。楽しかったですね。7話が一番楽しかったですね。本当にもうね、幸せな時期が間違いないですね。やっと幸せが来たっていうのが本当に詰め込まれてるんでね。そうですね。そのだから8話、9話、10話が、あの、はい、かなりそのちゃんとしすぎたシーンが多かったので、はい、こういうジャケットを着用するようにしてるんですよ。わあ、今日ジャケット着てくればよかった、私も。あ、でもあれだ、コラボだから脱いでもいいや。ラフなんで。脱ぎました、皆さん。キズくんが脱ぎました。あ、海外の方も見てくれてますよ。また今回私は。来た。来た。はい。ワンシャンハオ。中国の皆様、ワンシャンハオ。ワンシャンハオ。ワンシャンハオ。ワンシャンハオ、こんばんは。あ、ハートありがとう。いっぱいありがとうございます。ハートこれいくつ来てんだろう。Good evening. Good evening. 海外の方本当多いですよね。キズくんのファンの方も。そうなんですよ。ありがたいです。ありがとうございます。あれ、反対かな？こっちかな？アニョハセヨー。アニョハセヨー。アニョハセヨー。いやー、嬉しいですよ、これは。で、アニョハセヨー。じゃん。あ、来た。合ってますね。サラマンマラン。サラマンマラン。サラマンマラン。こんばんは。キズくん、この挨拶めちゃくちゃ上手になってましたよね。もうそれだけはもう何回も言ってたね。本当に。はい。来た。すごい。難しい。これ本当に難しいんだ。はい、難しい。サワニサニエン。え、サワニサニエン。サワディタニエンです。サワディタニエ ン, タニエン。なそ魚みたいの、魚みたいのついてますね、はい、魚、これはあの魚みたいですね、マーク。そうなんですよ、すごいよね、タイの文字って。難しいな。難しいですよね、これ。すごいな。挨拶からでもちょっと勉強してみたいなと思いますが、毎日やってればあの上達するってことがあのサラマットマラムで分かってるんで。本当にね、海外の方も喜んで、うん、いらっしゃるかと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あ、はい、ありがとう、はい、サラマンマーランって来ております。サラマンマーラン、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今回はね、まあ、今回はあれなんですよね、はい、台本は用意されてないんですよね、今回は。今回はですね、はい、まあ台本があるとやっぱちょっと縛られちゃうかなと思って。そうですね、今回はもうね、キズくんと皆さんとフリートークで、はい、今日はフリートークで、はい、はい、限られた時間ではありますけども、珍しい、これレアですね。激レアでございますね。激レア、激レアなので、皆さんのコメント多分たくさん拾ってくださるので、僕も拾いますので、拾いましょう。はい、質問等していただけると嬉しいでございます。はい、はい、今日毎週インスタライブ続けてきてどうですか、うん、キズくん。なんか
あっという間でしたね、非常に。あっという間ですか。6話7話あたりまではすごい明るいインスタライブだったんですけど、はい、もうずっとぶれちゃって、はい、多分そのあのなんだ、真剣に運命から始まる声を見てる人にとっては邪魔なぐらいうるさかったんですよ僕が。だからあの、いやでも本当にそれぐらい喋ってたんですけど、8話9話10話、はい、まあ、今回8、9終わって、うん、まあ、今回10話なんですけど、はい、多分10話もあまり喋らないので、はい、ぼーっと見てると思いますので、あっという間でしたね本当に。そうですよね、うん、でもあの暑い時期の撮影を思い出しますよね。思い出しますね、撮影の頃すごい思い出します、そういうのもあって、その前回のインスタライブでなんか涙流したりとかいろいろ思い出し、はい、懐かしいなってありましたね、そういうのも。そうですよね、うん、いや今回の10話すごい楽しみですけども、皆さんも楽しみなんじゃないかな。どうですか、みんな見てますかね、9話まで。ちゃんと前回のね、ほんと切ない回ではあったので、まあ、前回が一番強いですよね、インパクトとしては。そうですね、人によるかな。あの事故に遭っちゃうシーン、うん、事故に遭っちゃう、あやが事故に遭ってしまったんですけど、うん、そのシーンが、ね、あお、のろさん、のろさん来てるって。え、のろさんいるの。え、どこ、あ、どこかよちゃんかよちゃん見てる、あら、コメントしてるって、今来てます、ファンの方から。のろさん来てるんだ。あら、かよちゃん会いたいですえ、嬉しいね。そしたらあの今度あの僕抜きであの野呂さんと竹本さんと2人でインスタライブコラボするの面白そうじゃないですか。見ますよ、そしたら。本当ですか。はい、女子会も面白そうですけどねいいですね、それもまた面白そう。運命から始まる恋女子会、やってみたい、やってみたい。それも面白いですよ、ね、お姉ちゃんですから。かよちゃんお姉ちゃんですから。そうですね、頼りになります。あ、来た、野呂さんのコメント見つけた。どこ。お気になさらず話を続けてください。私も会いたいだそうです。よかった、わ、嬉しい、嬉しい、かよちゃん喜んでます、非常に喜んでます。嬉しいですね、嬉しい。女子会を男子が見るのでしょうがないじゃん、インスタライブしたらね。でもさ、キズくんも、はい、あの普通に女子会に混ざれそうだよね。本当ですか。いやいや、あの、うん、多分 ドゥーさんだったら混ざれると思いますけどドゥーさんはちょっと別格なんですよ。あ、別格。ドゥーさんはどこの枠になるんですか。ドゥーさんはちょっと別格じゃないですか。別格ですけど、ドゥーさんはどこの枠なんだろう。中間、中間枠。あ、え、どこの枠ですか。大丈夫だ、ドゥーさんは中間。どこの枠？男性と女性のですか？中間枠ですね。あ、ちょっとやばい、さっきね、回線やばそう。今ちょっと止まったけど、でも大丈夫そうですよ。大丈夫？もしかしたらちょっと携帯触ってみてください。熱くないですか？あ、熱いかも。あ、ちょっと熱いです。あ、でも大丈夫かな？ちょっとやばそうだな。なんか気づくん。キズくんの方がちょっと止まっですよね。こ、氷でちょっと冷やしてください、氷で。この時間かな、大丈夫かな。あ、治ったかな。あ、固まったかも。え、止まった。あのね、声がね、遅れてる。私は聞こえますか、皆さん。大丈夫？負けるな、こんにゃくゼリーって来てますけど大丈夫かーい。あ、声が聞こえないね。キズくんの声が聞こえないですね。皆さん、私の声は聞こえますか？聞こえる？あ、みおりちゃん聞こえる。お、じゃあキズくんが完全にこんにゃくゼリーで今あの冷やそうとしてますけど。そうか、声が聞こえないのね。私は聞こえるんだな。ちょっとまず
このまま続けてみますね。キズくん大丈夫？一刻堂状態。聞こえます？私は聞こえるね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ喋ってみますね。すごいね、こんにゃくゼリーで冷やすなんて考えは私は全然知らなかったんですけど、どうかな、キズくん。やっぱり冷えピタじゃない？私は動いてるみたい、ちゃんと聞こえるのか。今ね、キズくんが奮闘してくれてます。みんなハートありがとう、いっぱいありがとう。このね、インスタライブでこうやって、みおりちゃんウサギみたい、嘘どこがだろうか。ありがとう。こういうハプニングもね、つきものだよね、インスタライブ。さすが生という感じですね。大丈夫かな？ん？何？やり直す。やり直す？そうする？一回切ります？一度切ります？切る。じゃあちょっと一回切りますね。皆さんごめん、これなんでだ。こんばんは。大丈夫かな？今聞こえる？いやー、なぜだろうね。やっぱこんにゃくゼリーのパワーじゃちょっと足りないか、これ。こんにゃくゼリーパワーじゃ足りないか。やばい、こんにゃく、聞こえる今は。ごめんね。ちょっと待ってね。また姫様を呼びます、召喚します。なぜだこれ。こんにゃくこんにゃくゼリーじゃきついか。頼む、こんにゃくゼリー頼む。保冷剤、まだ保冷剤あるかも。ちょ、保冷剤あるかもしれんな。なんで俺こんにゃくゼリーでやったんだろう。ちょっと待ってね。姫、あ、野呂さん見てくれてる。ちくしょう、何で？え、冷えピタっていいんだ。マジでいいんだな。ちょ、冷えピタ、てか、あ、でも今日で終わるわ。インスタライブ。毎週インスタライブ今日で終わってしまうわ。よくよく考えたら。金曜日10話。いや、携帯のね、バッテリーはね、完璧なんですよ。頑張れ、電波、マジで。野呂さんから電波いただきました。ありがとうございます。待って、滝本さんまだ来ないんだけど、何やってんだろう。もしかして滝本さん向こうでやってない？インスタライブやってないよね。一人でやってないよね。このインスタライブは二人までしかコラボできないのかな。三人でできる。やば、見て、こんにゃくゼリー一瞬で溶けたんだけど。ちくしょう、携帯があっちんだ。でもこんにゃくゼリーのおかげでやってないか。時本さんがいないんだよね。何してるんだろう。保冷剤か。ちょっと保冷剤取ってくる。ちょっと保冷剤取ってくる。よし、待って、めっちゃナイスな保冷剤だったわ。ちょっと竹本さん、あ、いた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 、来た。リクエスト
てこの完璧な保冷剤。あ、はい、来た。やっぱ大丈夫？今保冷剤をセッティングするんで、はい、はい、すいません、ちょっと任せます。あ、任せられました。はい、保冷剤ちょっとセッティングします。なんかビニール音うるさいですよね、ちょっと。すいません。大丈夫、大丈夫。じゃあ、保冷剤で、なんとかしていただいて。はい、今、保冷剤で。頼む。いけそうだな。あ、完璧だ。みんなごめんね。完璧な保冷剤だ、これ。ちょっとお待たせしちゃってごめんね。すいません、本当に。大丈夫ですか？なんかないかな、いいの。はい。あ、こんにちは。シーズン2プリーズ、ありがとうございます。嬉しいな。なんかありますかね、うん、いいコメント。いいコメントいっぱいありますよ。いいコメントいっぱいありますか。ハートもありがとう。ちょっと私ずっとね、はい、気づくとあのさっきからずっと見てたんですよ。あ、ありがとうございます。どっちで始めようかなっていう。あ、そういうことか。全然いましたよ。ありがとうございます。あ、来た。よし、お、治った。よし、やっとだ。 OK 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 です。はい、よかった。おかえりなさい。やっと保冷剤セッティング完了した。よかった、よかった。はい、お待たせしました、皆さん。お待たせしました。何の話してたんですか？ありがとう。何の話してたっけ？まだたくさんのこんにゃくゼリーたちを。すごい。でも、こんにゃくゼリーじゃなくて、保冷剤なんですよね。そうですね、今は。これもすごい溶けてる。これ一番新しいやつなんですけど。はい、こんな溶けてます。そうなんですか。これぐらい携帯熱くなってるってことですよね。気をつけないと。しかも、ね、熱いもんね、最近。うん、そうなんですよね。それも多分あるのか。そうかもしれない。びっくりした。みんな体調崩してないですか？そうですね、熱中症気をつけないといけないからね。ねえ、はいはい。ということで、何の話してたんだっけ、さっき。ドラマの話でしょ。ドラマの話か。ドラマの話してたか。ドラマの話、今夜は最終回ですけども。最終回ですけども、10話は私ほぼ K さんと会ってないんですよね。いや、そうですね、撮影本当に会ってなかったですもんね。会ってないんですよね、もうほんのちょっとしか。うん、もうあの完全にすれ違いしまくっちゃって、はいね、あの逃げて追う逃げて追うって感じで追いつきませんでしたね、ずっと。そうですね、うん。いやー、雨のシーン大変でしたよね。いや、雨のシーンすごかった。あ、そうだ、その話してましたね、そういえば。その話をしたかったんですよ。すごかったですよね、本当にあのシーンは。あれは本当に雨が降ってきて。ですよね。はい。なんかね、夏なんですけど、うんうん、とてつもなく、その雨降らしももちろんあったんですけど、うんうん、本当の雨と混じってなんかとてつもなく寒くなりましたよね。寒かったですよね。寒かった。あのシーンの、はいはいはい、うん、どうぞどうぞ。キズくんにこうあの、はいはい、ね、抱かれながらこうなんか、はい、もうプル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 震えてましたもん。はい、すごい震えてて、しかもあったの下のコンクリートも冷たかったですね。だからそうそう、結構ね、寒いの大丈夫なんだけど、うん、あの日は本当に寒くて、うん、でも切ないシーンだからなんかそれも相まって、そうですね、なんかすごくいいシーンができたなって、みんなでこう頑張った甲斐がありましたよね、うん、本当にそう、みんなの力が本当にすごい。だって、うん、すごい人いたもんな、そこの周り撮ってた。ね、そう、すごいみんながアシストしてくれたから、なんとかあの、うん、普通にそのまま次の日も撮影できましたけど、多分風邪ひきますねってぐらいのレベルで大変でしたね。そうですよね、うん、
その事故に遭う前のシーンで、はい、あの眼鏡かけてるじゃないですか私、うん、アヤは、うん、だからあの雨降ってくるともうね何も見えない世界になっちゃうんですよそうだ、眼鏡がもう眼鏡が完全になってたなってた、もうね、だからあの木津くんと K さんとも掛け合いしてるんですけど、はい、あのねほぼ白い世界というか、まあ、透明というか不思議な感じだったんですけども、必死に掛け合いしてたんですけど、しかも僕ジャケットも白だったんで多分より真っ白だったと思いますよ。そうですね、そう幽霊みたいになってたと思います。白お似合いでしたけどありがとうございます。一番着たかな多分白ジャケットが、白パンと、あそうかも、1話の登場のシーンも思い出すと、うん、裸に白ジャケットだったんで、はい、上落そうですよね、うん、さすが王子、さすが王子です。いやありがとう、いや王子まあだからまあそのプリンちゃんになったわけですからね。プリンちゃん、プリンちゃんの日記もすごいね、感動しました。いやそうだ、じゃプリンちゃんの日記すごいですよあれ、本当にあれはね本当にあのスタッフさんもこういろいろ一生懸命考えてくれながら、うんうん、あのイラストとかもね、うん、そう細かく、可愛くて細かく描かれてましたね、すっごい、うんね、1ページ1ページも心がこもっていて、本当ですよね、もうはい、あれはすごかったですね。だから本当に本番直前までみんなに見せてもらえませんでしたもん、はい、僕中のページ。そうですよね、あれはもう一発そう一発勝負みたいなところ、一発勝負だ、テストの時はその開く振りで開かなかったですからね、あ、開いてなかったんですね。そうなん、そうなんですよ。開かないでって言って、開かないでって強く言われて。でも大事なシーンってやっぱりね、その、うん、初めて見たその瞬間の気持ちとか、やっぱそう感情がブワーって出る瞬間あるもんね、やっぱり。うん、それだけ期待。そのテストが、テストをほぼなしで本番ぶっつけでやって、だといえばあの病院のシーンもそうですもんね。病院のシーンもぶっつけでありましたもんね。あの、そうですね、サイン書くと、うんうんうん、あれあれ会社悪い、仲いいですよ。もうねみんな仲良かった本当に。やばい、あ大丈夫、聞こえる聞こえる、うん、危ない、あーまた止まっちゃってるかもしれないね、止まった、声が声が聞こえない、声が聞こえない、難しいんだ電波、固まっちゃった、あ動いてるけど声が聞こえないんだね、ちょっと気づくん頑張っていただいて、もうちょっとドラマの話をしていきたいんですけど、私の声しか聞こえないという、気づくんの声が聞こえないこれで伝わるのかな、私が招待した方がいいのかな、なんかでも保冷剤やってくれてるみたいだけど、もう溶けちゃったのかな保冷剤が、これ何、あ、OK、 私が招待します、ごめんなさい皆さん、もう一回もう一回一度切ります、ごめんなさい、さあちょっと、私の方でもう一度始めてみてます、どうかな、キズくん来るかなちょっとまね、また2回も止まっ、あ
来た来た来た、あれ来た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 、追加しました。来るかな、接続したよ。はい、来た、申し訳ございません、はい、本当に大丈夫ですか、保冷剤、保冷剤効果なかった？めちゃくちゃ、でも保冷剤もね、すごい距離溶けてるんですよじゃあ暑いんだね、やっぱり暑い、もう今、めっちゃ暑いですもん、僕が傷が暑い僕だって、傷が暑い傷が熱いですもん。皆さん本当に申し訳ないです。申し訳ない。ごめんなさい、何度も。全力でちょっと冷やしながら僕はちょっとこれから質問するので、はい、不格好になるんですけども。はい。ちょっとなんかあのモザイクみたいになってるけど、キズくんが。え、大丈夫？大丈夫かな？少し。マジか。みんな大丈夫ですよって。え、俺モザイクになってる顔。ごめんね、ありがとう。大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。みんな大丈夫っぽいね。よし、みんな大丈夫っぽい。よし、この姿勢をキープしてお話ししましょう。はい。はい、ということで。すごい続編を。へ。あ、希望されてる方々が。待ってるよって方もいらっしゃいますね。嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいです。なんかこの T シャツさ、すごいあのだいぶ着てるからもうね、本当にそうですよ、クタクタしてきちゃったんだけど、めちゃくちゃクタクタです、僕やばいっす、はい、そうなんです、あの普通にパジャマでも着てたから、はい、やばいですね、あれ、ね、やっぱモザイクちょっとかかってるらしいな、あれ本当だね、まあ、でも今大丈夫だけど、本当ですか、まあ、僕の顔はモザイクかかってるぐらいがちょうどいいと思います、はい、何を言うとんねんちょうどいいかなと、そんなわけないでしょ、姫様をあの輝かせるために僕はちょうどいいです、ね、いやいや、ちょっと存在感お願いします、はい、お願いします、お願いします、熱い熱い、これインスタライブしててさ、はいはいはい、あの LINE とかって来たやつ見れるんですか、ちょっと LINE とか多分見たら消えちゃうんじゃないですか、閉じちゃうんじゃないですか、あ、消えちゃうんだ、じゃあ見れないね、なんか来たんですけど、はい、ちょっと見れない、ごめんなさい、あれ誰からですか、わからない、わからないと、アジマピーかな、ああプロデューサー様、アジマピーごめんなさい、ちょっと見れない、もし僕の方に来てたらあのパソコンの方で確認できます、僕、あ、もし何かあのあったら気づくにお願いします、僕の方に行ってもらえればパソコンであの 見えますね、お願いします、ちょっと来てるかな、来てないです、みんなまだ、はい、あ、来てないですか、 OK、 お、海外の方も、ありがとうございます、みんな今日見てくれますか、最終回、最終回見て、僕があの毎週やってるよね、キズくんのモザイクがすごいな、え、まだモザイクかかってるのうん、粗い、ちょっと入り直しますわ、僕、そしたら本当一回入り直してみます、入り直す、はい、あの私じゃあ、あ、姫様はそのままで大丈夫です、このままで、はい、少々お待ちください、はい、あ、いなくなった、このままでいいということですね、さあ一人になってしまいましたが、リクエスト、お、わお、ありがとうございます。インドネシアの方もありがとうございます。タリマカシ、カクン、ありがとう。このままでいいのかな、私。リクエスト、まだ来ないかな。あ、ハートありがとうございます。嬉しい、鉄板の頃からありがとうございます、
みんな大丈夫？元気？こんにちは。あ、ありがとうございます。ケージゼロも見てくれて、先日放送しておりました。ありがとうございます。またね、ゼロとはちょっと、この運命から始まる恋のあやちゃんは、ちょっとキャラクターがだいぶ違うんですけども。キズくん大丈夫かな？ウィンクして。まだ来ないね。あ、青森から。わー、ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。ありがとう。わー。嬉しいですね。あ、来てる？王子が来てる。と、来ましたけど、リクエストが、リクエストのあれが来ない。待ってるね。熊本からありがとうございます。嬉しい。みんながね、元気でいてくれることが本当に私は嬉しいですし、あ、コメント来てる。招待、あれ？リクエスト、リクエスト。リストを見るか。リストを見る。あ、来た。OK。今ね、多分、あ、来た。ズくん。どうです？大丈夫です、大丈夫です。あ、モザイクないですか？ないです、ないです。晴れました。よし。はい。よし。なんとかいった。え、どうします ?30 分ぐらいは経ったけども。あ、30分経っちゃいましたか。経っちゃったですね。なので、あと、質問何個か取って終わりにしますか？もうみんなごめんなさいね、本当に。申し訳ない、本当に。はい。まあ、ただ、竹本みおりさんは、携帯いっぱいに見れたんじゃないですかね。携帯？はい、携帯の画面いっぱいに。あははは。いや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 。すいませんね、半分撮っちゃってるんで、申し訳ございません、本当に。いやいや、こちらこそ。はい。申し訳ないんですが。みんなコメントたくさんしてくれてますよ。最終回の見どころは？見どころはもう難しいよね。最終回の見どころは？言っちゃいそうなんだよな。そうですよね。難しいよね。難しいです。見どころ忘れたから。でもね、こんなラストある？ラブコメでっていう。確かに。どうして？それは間違いない。っていうラストだったりするんですよね。こんなラストあるっていうのは間違いないですね、ラブコメで。辛い、辛いというか、まあでも、なんだろうね、新しい一歩を踏み出したっていうことでもあるんだけど、うん、そうですね、新しい一歩。どっちもちょっと複雑な最終回になっておりますね。どっちも複雑。結構言っちゃってますけども。言っちゃってますけどね。言っちゃってますけど。だから難しいんだけど、見どころを言うの。難しいですね、かなり。だよ。まあ、でも確かに、進化した新たな一歩を踏み出す瞬間というか、なんかそういうの見れるし、はい、まあ、あれですよね、運命から始まる恋を真剣に見てると、8話、9話あたりから、そのラブコメってことを忘れますよね、うん、本当に。そうですね、うん、人間ドラマというか。いや、本当に思いますね。ラブコメってこと僕忘れてましたね、普通にインスタライブしてて。人対人ですよね、もう。人対人、人 VS 人です。はい、本当に、ね、これはちょっと待ってね。あ、どうしたんですか？いや、どうしてないけど、何かやるな、これは。
や、何もやらないんだけど。何も大丈夫、ごめんなさい。あ、大丈夫ですか。はい。本当ですか。じゃじゃーん。何ですか、それは。これは、運命から始まる恋の撮影中に、はい。撮休ですね。撮休に投影しまして、はい、自分で作った、たあの、カップすごい。飲むやつ。これね、ちょっと失敗してね。見て、ここが、はい、あの、ちょっとした瞬間にわってなっちゃって、はいはい、ちょっとね、べーみたいな感じになっちゃったけど、確かに。でも俺アートかと思ってましたけどね、おしゃれな。そう、アートってことにしたのも。うん、アートってことでなんか良さそうです。これもオールオッケーということで。おしゃれ。おすごい。使っています。使ってるんでいいだな。はーい、ちょっと薄ピンクでグレーで。あ、そう、薄ピンクなんだ。そうなんです。ちょっとライトで見にくいですけど。うん、おしゃれですね。そのポコってしたのがミスから生まれたデザイン。そう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 。乾杯。あ、いいな、俺も乾杯したい。いやーす。皆さん乾杯、ね。リモート飲みが流行ってますから。はい、乾杯するチャンスですよ、皆さん、はい、乾杯してくださいね。乾杯。ぜひ僕も水で乾杯していきます。はい、乾杯。お水ですか。はい、今僕も両手離せないんで、はい。大丈夫、辛いね、体勢が。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、いい修行になった。どうしますか。それではあと2つぐらい、うん、なんかその質問拾い、ね、あとスクショタイムですか、皆様が。あ、そうですね、そうですね。スクショタイム、アズマ P から連絡来てないですよね、キズくん。アズマさんから、少々お待ちください、チェック入ります。みおりちゃん何飲んでるの。水だよ。水なんだ。ウォーラだよ。ウォーラ、ウォーラだよ。あー、来てない、来てない。 OK、 はい。じゃあドラマのお話をして。そうですね、はい。何か、あとドラマと、あ、そうですね、ドラマの話と、ドラマに全く関係ない質問でも、まあ、一つは拾いましょう。ああ、そうですね。それも面白いかなと。はい。ドラマに関係する質問と、全く関係ない質問、一つずつ拾いましょう。はい。まあ、いつも僕はその一人で結構拾いまくってるので、はい。ぜひ、あの、姫に拾っていただいて。いや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 、姫ってなれないな。竹本さん、はい、どうぞ拾ってくださいな。あ、どうしよう。最近料理しましたか。最近料理ですか。はい、してません。してない。はい、最近、あ、でも、まあ、あれを料理って言っていいのか分かんないですけど、はい、TKG は作りました。おお、いいですね。立派な料理じゃないですか。立派な料理ですか。僕の得意料理 TKG なんですよね。あと村井。TKG 美味しいよ。TKG 美味しいですよね。美味しいですよ。TKG とお村井。取れるし。はい。逆に。いいですよね。みおりさんはしたんですか。私は、ほぼ自炊ですよ。すごい。ほぼ。そういう写真載せればいいじゃないですか、インスタに。なんかたまに載せたりはしてる。うん、たまに。でもなんか、そう、料理ばっかになってもあれかなっていう。確かに料理系になっちゃうんでね、ちょっと。でもね、すごい、あの、好きなんで、料理するのが。はい、いろいろ作ってますね。なんか簡単な料理作るところとか、インスタライブで撮りながらとか面白そうですけど。そうですよね。やってる方とかいるんで、ぜひやってみてください。確かに。すごい見る方いそう。楽しそう。うん。っていうのありますな。では、あと、運恋に関する質問を皆さんお願いします。運恋に関する質問。さあ、みんな。おー、運恋に関する質問ですよ。ミオリンクッキングぜひって。
ミオリンクッキング、ね、普通に1時間ぐらい経っちゃうね、やっぱ楽しくて経っちゃいますね、もう完全に時間オーバーしちゃって、ほんと、あ、しょうがない。役との共通点はありますかって今ありました。役との共通点面白いですね。うん、どちらからいきますか。いい、じゃあ木津くんから。私から。はい、はい、役との共通点は、うん、そのまあ、K さんは自信満々じゃないですか。はい、まあ、そんなところ、僕も変なところに自信があったりとか、はい、あるところと、あとは、あと何K さんと一緒なところ難しいな、難しいな、 K さんと一緒のとこ、それぐらいえ、なんかあるかな、難しい。え、逆になんかあります。え、K さんと同じとこ、はい、なんだろうね、みんなもある、ちょっとみんなもある。でもさ、根拠のない自信とかってだ意外と大事だと思うんだよね。私、根拠のない自信はね、誰にも負けないんですよ。それすごい素敵なことだと思います。ありがとうございます、本当に根拠のない自信は確かにねあるんだよな、K さんね。でも意外と天然だったりしますもんね。天然いや天然じゃないですか、僕は。天然じゃないか、はい、僕はね、はい、あ、でもなんかこう決めたら思い切ってやるところ、とか、確かに、なんか潔さみたいな、潔さ、まっすぐなところ、多分、うん、似てると思います、私は。ああ、確かに。鈴君と K さん、ありがとうございます。もったいない言葉。いや純粋に思ってる。子供好き。では、あやさんはどうでしょうか。あやちゃんはですね、まあ、なんか自分がこう我慢しちゃうというか、人にこう頼まれるとあんまりノーって言えなかったりとか、結構ねそういうところあるんですよね。いや本当にめちゃくちゃあやっていい人で、はい、滝本美織様もね、死ぬほどいい人なんですよ。いや、なんでこんなにその優しい、女神が誕生したのかってぐらい優しいのですごいですよ。もうなんてこと、いい好きなお言葉を。似てるところは本当にたくさんあるかな、あやと。いや、でもね、もっと強くなるっていうのがね、今私は目標でございます。もっと強くなる。強くなる。ほう。じゃあそんな、その強くなるためにやってることは何ですか。はい、やってること。はい、強くなるために。やっぱなんか、なんだろうね、会ったことをこう引きずったりしないとか。おお、いいですね。それは大事だと思う。結局その気持ちでね、気持ちで負けない。ハートを強くする。うん、負けない気持ちが大事かなって。お、思いますね。まだまだちょっと難しかったりするけど、でも、ね、人生はそういうことの連続ですから。そういうことの連続ですから、頑張ってこう。長いですからね、人生はね、はい、うん、はい、みんなも負けずに頑張っていこうね。頑張っていきましょう、強く持って。うん、はい、ということで最後スクショタイムしますか。そうですね、こんな感じで。今日はどうしますか。リクエストいただきましょうか、スクショリクエストを。はいはい、リクエスト、リクエ、あ、素敵ですって声たくさん上がってますね。ありがとうございます。素晴らしい、素敵ですよ、本当に。負けないよ、本当だよね。人生は生きてることがもうすでに奇跡だよね。か、確か名言だな。今ね、コメントくれましたよ。お、なんですか。あ、今のコメント。そう、ドアップとか、そうだね、鋼のメンタル欲しいね。鋼のメンタルか、持ってる人はすごいよ、本当に。本当だよね、ガツンっていうメンタル欲しいよね。ガツンっていうメンタルね跳ね返すね。跳ね返す、それ鋼じゃないですよね、多分。鋼じゃないですか。鋼
カツオンじゃないですか。カツオンって落ちません、なんか跳ね返らない感じします。そうだっけ。あ、ねえ、まあいいや、はい、何ですか何ですか、まあいいやとか言って、はい、2人でタッチって今あったんですけど、はいはい、え、2人で何、2人でタッチ、2人でタッチ、うん、で、どういうこと、こういうこと、いやもう全力でしたら見えないよこれ。指ハート、指ハートはこないだしたから。そうですね、こないだしました、確かに。そうですね。え、なんだ、こういうこと、こういうこと、え、なになにこれ、これあの、そうじゃないですか、え、これ、あ、上と下じゃない、あ、こういうこと、うん、はい、どうですか、なにこれ、なにこれ、ってこうやって、こうやってやる感じ、上下で、上下でやったらできるんじゃないですか。え、どういうこと、私こう、はい、合ってる、はい、イエーイ、イエーイ、合ってる、あ、いいんじゃない、あ、グッともらってますね、パンチ、イエスイエス、グッド、あと一つぐらいやってきますか、なんかやっときますか、つみさき様ポーズ、つみさき様ポーズ出た、出ますね、つみさき様ポーズしてるよって感じにしますけど、やるならつみさき様ポーズやりますか。じゃあいいですよ、僕あの今片手使えないんで、あのこうやってやってますって感じでやりますね。つみさき様ポーズ、さあどうですか、 OK だって、 OK、 あ、少し OK でございますか、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今何時でしょうか、もうね、ほぼほぼ1時間ぐらい経ちますよ。もうちょっとで、ね、30分オーバーと、はい、これは本当にすいません、申し訳ございませんでした、私の電波が、いえいえ、いや、そんなこともあるよ、そんなこともあるよ、本当に私もね、ちょっとうん、わたわたしちゃったから、初回はわたわたしてました、でもなんかその前回よりもかなりやっぱり落ち着いてますね、慣れましたかね、ちょっと、うん、落ち着いてます、ありがとうございます。あ、もう見てください、これ保冷剤、うわっ、あ、トロトロじゃない、もうトロトロです、もう時間切れですね、これもうちょっと保冷剤が、寿命が、冷やしてあげないとか、はい、冷やしてまた凍らせないと使えなくなりましたですね、 あったかい気持ちになりましたって、皆さんたくさん優しいコメントありがとうございます、本当にありがとうございます。最終回寂しいよね。ね。ね。そうでね、24時55分から、はい、最終回放送されて、プラス、はい、僕も、毎週同じようにインスタライブしてきましたので、今回ももちろんやりますので、はい、ぜひお時間ある方は、まだ寝ないよって方は見に来てくださいね。みんな、ぜひ見てください。ぜひ見てください。じゃあ、はい、そんな感じで、そんな感じで終わりますか、はい、みんな終わりますね、じゃあ皆さんね、たくさん休んでくださいね、今日はうんこいを見て、はい、いい夢見てください、そうですね、いい、そんな感じで、じゃあ本当にありがとうございますました、ありがとうございました、なかなか切れません、さあ楽しい、楽しいですね、ありがとうございます、嫌だとか心が温かくなりましたとか、たくさん本当に優しいですね、嬉しいね、でもね、また携帯僕熱くなってきたんで、もうすぐ僕固まります、もうすぐ固まる、頑張ってね、はい、一人でやるときはちょっと、一人だとなんかやっぱり通信してない分ギリギリいけるんでしょうね、きっと、そっかそっか、うん、いや困ったもんですよ、本当に体に気をつけてね、みんなも、うん、そうですよね、中症本当ね、気をつけて水分取ってくださいね、元気で乗り越えましょう、はい、元気で乗り越えて、よし、では、はい、終わりますね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。さよなら。見てね。Good night.
まだだよ、グッナイ、まだだよ。グッナイじゃないわ、そうだ。まだ起きててね。起きててね、最終回。まだ起きててね。まだ寝ないでね。寝ないでね。私、終了しちゃっていいんだ、これ。そうです。はい、では、皆様、バイバイ。ありがとう。バイバイ。